こんばんは、デモクラシータイムス都在東西です。前回1回目お送りいたしましたところ、なんと10万回を超える再生回数となりましたので、このままシリーズ化を進めたいと思います。出演は横田はじめさん、よろしくお願いします。それから西谷邦和さんです。はい、よろしくお願いします。このメンズ揃って何やるかしたら、もう斎藤知事の話以外ございません。ということで十分お伝えすると思うんですが、実はですね、今日ちょっと挑戦で、はい、昼間撮ったのをそのまんま出すということになります。で、いろいろコードのつなぎ具合とかバタバタする可能性があると思いますが、そこはお許しいただきたいと思いますね。それでまずですね、はい、横田さん、はい、もうなんか横田さんの追及が全国区になっていますが、今日午前中の自民大臣会見に出てたらですね、内閣府の職員が番組見てますよと、今日は兵庫からですよと言われてですね、こっちで来なくていいから兵庫の方行ってくださいとか言われてですね、ニコニコ動画でですね、記者の生ぬるい質問がついたら、横田はおらんのかって聞いてますからね。いや、斎藤知事会見は2時間とか3時間当たり前で、一応、記者クラブの質問が一段落した後にというふうに。条件付きで作家さんでいただけるんです。そうか。で、大体 2時間3時間待った後、最後に順番が回ってる。まあ、横田さんの質問はこう、なんて言ったら、自分自身のこの怒りって言っちゃなんだけど、ここ解明したいっていうことがあったり、それからいろいろ地道にその前に調べたりしていることが あるので、多分厚みは違うと思う。情報公開請求なんかもやってるしね、断られたりで、一番最後は、待ち時間は長いんですけど、総括的質問がそう、他の人はみんなやった後で、それをまとめるような意味の質問ができるということで、しかも斎藤知事だいぶ疲れてこんな質問できるんで、タイミングとしては悪くないかなとどめをさせるということで、百条院の委員も代理で出たらどうかという気もいたしますが、はい、というのでね、ちょっと長いのをまず見ていただこうと思うんですが、はい、前に冒頭動画でちょっとだけ横田直撃でやりましたが、いかにこの知事がよれよれになって壊れたテープレコーダーのようになってるかっていうことがよくわかるやつ、先々週の知事会見だったんですが、8月20日ですよね、確かに。で、これは噂話を集めて、そう作ったんだから、こんなの広域通報に当たらないから、午後に値しないんだとガンガン言ってたので、横田さんの方としては、そう噂話で作ったってどういう経過で出たんですかっていう質問をしたっけ、どういう質問に対してこの供述する答えが出たのかと、これは実は前の地元の記者も質問してて、答えなかったんでおかしいんじゃないかというのをさらに畳みかけたという流れだったんですけど、西谷さん、これ矛盾ですよね。そうですよね、言えませんって言いながら自分の都合のとこだけ言ってんの、はいはい、だから噂話だというんやったら、なぜそう思ったのかという、そのあれ過程が必要ですよね。そうで、片山副知事だと話してははずですからね。そうなんです、そうなんです。その前後関係、どういう質問に対してこう答えが出たのかと、でその後どういうやり取りが続いた、それにね、例えば片山副知事が乗り込んでいって、お前誰に聞いたあ言われたら、それはね、事実された方は単なる噂でしようというをね、守るために、そんな A 局の B さんに聞きましたと言うで、まさにその文春の電子版がこの前出たことで、片山副知事が誰から聞いたかと、なんで知ってたというふうに強く詰め寄ったという音声が出たわけね。そうだからこの質問の時は横田さんはとにかく問い続けました。はい、もう全部出せって言ってるわけじゃないんだと、その噂話だっていう話を局長が答えたのは、どういう質問したんですかっていうふうに続けてんですけど、ずっと情報公開条例6条で、その県政のなんか事業を遂行するときに支障を及ぼす悪影響を与える、可能性があるので出せないと言ってるんですが、情報公開条例の6条はですね、例えば警察官の名前を出すとか、で今調査している企業名を出すとか、そういうのを表にそのまま出したら、確かに、支障が生じるかもしれないけれども、噂話は集めて作成という供述をする質問の内容を明らかにしてもですね、どんな業務に影響を与えるんだと、そういうことでしつこく聞いたという。調べれたんですけども、このしつこさが横田さん、慎重。横田さんね、やっぱり当初は弁護士と相談して、これしか言うなって言われて出てきたけども、同じようなこと続くんで、もうその、なんていうかな、その長い章というか、もうこう言えばこういう、ここまでしとこうっていう、そんな感じですよね。絶対、多分弁護士と相談して、余計なこと言うなら、これだけ、もうここだけ言うとけと。そうで、さすがに吉村知事、維新共同代表も、もっと自分のそうしなきゃいけないと言い始めてですね、吉村知事自身も同じことしか言ってませんけどね、万博は儲かるんです、儲かるんですと言われたら、全然儲からへんけど、そうだから、まあ、この一連の横田さんの質問のところだけ聞いてもらっても、まあ、ずいぶん恣意的な説明をしてきていて、根拠もです。だから恐れがあるから開示しないっていうんだったら、恐れの内容を説明しないといけないんだけど、そうするとこれは人事に関することだからっていうところに全部逃げちゃう、こういう格好だったんです。で、ひどいなと思っていましたら、文春砲が出ました。立山副知事、当時事情聴取をした斉藤知事が嘘800公務員失格って言ったのは3月27日だったんですけど、その2日前に側近だった牛タンクラブのメンバーの一人でもある片山副知事が元局長のところを訪ねて歩いて出した。チーム分けして行ってますよね。一斉に行って計画です。計画指示書があったらしいですからね。でそれも文春がスクープしたんですけど、情報国会請求で、事情聴取の起案文書、パソコンを押収したりとか、事情聴取するにあたって、文書で記録があるはずだというふうに情報国会請求したら、作成していませんと。で文春で報道された指示書っていうのは、起案文書が含まれると思うんですけど、含まれないという。役所にいらしたから、私も役所にいたので、おそらくですけど、僕の想像ですけど、インナーサークルみたいなもんでしょ、牛タンクラブと斎藤知事は。だからむしろ起案作ったら危ないわけ、インナーサークルでばれないように、そのまあ A 班は誰々さんのとこ行けと、 B 班は誰々行けで、この亡くなった元局長は一番疑いが強かったよね。だから片山が行くとこうなったんやけど、その時にこの証拠となるものはやっぱり残したくないので、悪いことしてるって気がある、おそらくね、おそらくだから犯人探ししないとこれやばいと思ってるから浮き足立ってると思うんですよ。で起案やとね、こう犯行さなあかんじゃないですか。そうそう、だからそれはだから回さなあかんので、担当者からだからこういう危ないことをするときはね、おそらくこの時の牛タンクラブの気持ちになれば、起案せずに、だって3月25日に一斉にやらなあかんから、でおそらくその 前の土曜日ぐらいに相談して、で土日で決めて月曜日行ったいと思う。まあ僕はそういうのです。正式な公文書じゃなくて、そうそうそう。それはそれで問題ですよね。だって本庁にいる人がすごい外れた方の西播磨。西播磨ですか。出張でしょ。出張ですね。出張する時って決済もらえますよ。もらえますし、だってその公用パソコンだと押収していいかどうかっていうのもあるし、あれあれでしょ。USB まで持っていったでしょ。私物だっていう話。捜査機関が押収家宅調査するのはちゃんと令状を。そうそう。だからそういう余裕がないというか、まあそういうインナーサークルで押さえつけたら、まあその亡くなった局長はまあその押さえつけられると思ったんちゃいますかね。なるほどね。まあだからこれ文春音声データが出た後の横田さんの追及もすごい面白いと言ってるんですけど、知事の方もすごいおたおたになってて、最初は見てないと。読んでないと。読んでない。この知事がさ、その文春のよ、自分についての決定的な記事を広報とかが切り抜いたり整理したりして出すわけじゃない。毎日やってますよね。報告してなかったら何が飛ぶかわかんないよね。何やってんだと。そうそう。不正では済まない。不正じゃ済まない。ということで、そうこうしているうちにだんだん答弁が変になってきて、適切に報告は受けていますって言ったんです。報告を受けてるのになんで文春電子版読んでないんだと。明らかに嘘800だ。もう嘘800なんです、この人は。そう。だから。というので、こうやって見ると淡々とした会見じゃないですか。でいちいちなんか横田さんの質問に答えるとお辞儀する。でなんか体を横に振ったり、コンセントリンで、なんなんですよ。いやね、さっきちょっと雑談で、そうそう、もうここで許してください、まだ許してくださいってやってるのかな。まあ、おじいさんがこれで失業と終わりと、終わりというサインなのかもしれないんですけど、これだったら、望月磯子ちゃんが、菅官房長がやった時は、なんか報道官、上村さんからな、はい、終わりますという人がいたじゃないですか、ここいないから、延々と続きますね、それは嬉しい。嬉しい。嬉しい。延々と続く。ああ、注意関係しかしいないんですね。いや、一応いるんですけど、そんなにしても止めには入らないと。止まってだから、一人で5分、10分再質問を続ける人もいると。それでまあ2時間、3時間になるんですけども。内閣官房よりはだいぶ緩いと思う。緩い。これ、おしまいですと言われても。で、そういうこともあって、多分文春電子版に厳重に管理してるはずの音声データが表に出てしまう。そうなんです。それでね、これちょっと後で詳しい説明をしますけれども、いきなり飛びますが、百条委員会に、知事が出たというのが、まあ、ニュースだったわけですけれども、その後に百条委員会の、まあ、委員の人たちが、記者会見をしているというのも取ってありました。これがね、横田さんの質問にもうなずきながら、いや、結構みんなメンバーと奥谷委員長をはじめ、意気投合したというか、同じ感じでした。たどり着いてるなと。委員長は自民党の県議です。それで、その委員長のこっちから見ると左側に座っているのが公明党の県議で、その向こう側が、兵庫県民連合。県民連合。はい、絶対手前の人です。はい。ということになりまして。で、百条委員会のメンバーが終わった後、初めて斉藤知事を承認尋問した、後に総括的な、振り返る会見をしたと。そう、ここが面白いですよ。で、ちゃんとうなずいてくれてるんです。公明党の隣の伊藤県議部ですね。言えないでしょうと普通思いますよね。私たち言ってた通りで。よっぽどひどいことをしているということでしょうね。よっぽど強く起訴されて、誰から聞いたの？でもだから、元局長としては、もうとにかく情報源を自分は守ろうとしたわけですよね。そうですね。だから誰からとかそういうことを言うと特定されちゃうから、だからあえて噂話という言い方をして、そういうふうに委員の方たちが怒っています。これね、県会議員は奥さんたちは怒りますよね。だって音声データ出てないわけでしょ、この人らに。厳重に管理してるはずだ、音声データおよび週刊誌にはバレてないんですよ。しかも報道特集にも出てる。報道特集も関連が出てる。だからこれ百条委員会でしょ。百条委員会に出てないものがなんで出るんだって、それは怒りますよね。で、23日、これ8月30日だったんですけど、1週間前の23日に、文春の音声データ含めて、資料請求してる。提出してほしいと言ってるんですが、1週間後の30日の時点ではまだ出てきてないと。で、今週の5日、6日がまだ山場なんですけど、クライマックスなんですけど、斉藤知事が2回目の承認というか、今回は広域通報、初動がどうだったのかということが点数を取った。このね、岸口実さんというのが維新の人なんですけど。これもなかなか味わい深い発言をしています。はい、ここまでいいでしょう。この後。この後ですね。これ、後で。あとで詳しくなりますけど、どうなるこの人。これね、ちょっとお二人にちょっと聞きたいんですけど、誰が出したかってことですよね。で、これ僕の想像なんですけど、ごめんなさい、僕の想像なんですけどね、斉藤知事と牛タンクラブをやる。で、この牛タンクラブと斉藤知事の関係はおそらくドメスティックバイオレスみたいな関係だと僕は思うんですけど、斉藤知事がガーンとやってははってやってると思うんやけど、この牛タンクラブの外枠にね、牛タンクラブにガーンとやられてる人たちがいて、で、その人たちの誰かが持っていて、で、クソと思ってるわけね。牛タンクラブにガーガーやられて。ガーガーやられて。その上が斉藤知事で。この外枠の人たちがいてて、で内部通報リークしたのかなって僕の想像はそっちなんですけど、外枠の人でしかもこういう重要な情報を扱うアサリのポジションにいる方が厳重に保管している音声データとその実証調査記録などをこっそり週刊文春にリークした人で、牛タンクラブではないと思うんですよ。牛タンクラブの呼んではないですよ。病気で、ね、逃げてるから病気あげて、でその外枠の人の中の誰かかなという気はします。でこの岸口県議の発言をどう解釈するかなんですが、うん、いわゆる斎藤知事および牛タンクラブのが今もう泥船になって自然にかかって不信任案提出でやめるかもしれないという状況の中でいち早く泥船から抜け出して、うん情報をリークする側に持った方が得なんじゃないかと、うん、いうふうに判断した人がいたんじゃないかというふうに僕は想像してるんですね。それが全く逆でね、全く逆で、まだいまだにその突っ張ってですね、隠してしまおうと思ってるのかもしれない。まあ、だから維新がはっきりしないんですよ、これ、後でね、西谷さんに話してもらいますけど、いや自民党はもうなんていうか、斎藤知事を見切っていますし、公明党も見切っているし、そういう意味では、不信任案は出すっていうふうにも、一部会派が言っているんで、乗っていく可能性が。解散されたらどうしようっていう不安が対抗措置として知事の方が県議会解散してきたら自分の身はどうなるんだっていう不安を抱えている人はたくさんいると思いますけど、なかなかその不信任案に反対しにくい状況になっていると思うんですよ。だけど維新はまだちょっとふらついてて、これ後でやってもらいますのはどうなるか分からない。それでこの岸口さんっていう人は噂というか今までの情報を総合するとかなりその百条委をこのやることについても反対していたし、その局長にその証言をさせまいとしてなんかいろいろ動いていたんじゃないかという疑いもある。それと、丸尾県会議員が独自でアンケートを取った時も、そのアンケートは信用ならんと言った人です。だけどこの会見百条委が終わった後の8月30日の会見の後の岸口県議の委員の発言は、とにかく文春電子版に出た音声データおよび指示書、調査記録を提出してほしいという側、主張はしてるんです。ただし、なんで漏れたのか、県で管理したのかという指摘もしてる。ただし、とにかく出せと。それをもとに、来週金曜日、今度の金曜日の百条委員会を迎えたいと、知事を問いただしたいという立場ではあるとね、一致してるんじゃちょっとじっくり見てみようかな。普通に考えれば、岸口県会議員も、松山さんですか、県会議員、維新の県会議員は、かなり解散されたら危ないわけですよね。だって維新が百条委員会反対して、維新がその斎藤知事を作った製造責任があるんじゃないかと言われてるから、次、選挙やったら負けるから、選挙負けたらただの人になりますから、かなり焦ってることは確かだなと思います。いや、だからもう、一気に、斎藤知事にやめるべきだという立場だって、じゃあ、実際、吉村知事も不信任案の可能性は。急に支持に入っていたので、多分維新はもうこれ以上支えきれないと、でも負けたし、このままだと解散・総選挙でボロ負けする恐れがあると、もう斎藤知事と共に沈没するのを避けたいと、心中するのは避けたいと、だったらもう、今からギリギリ逃げていけるんちゃうかというタイミングがいいことに、文春電子版が出たんで、これを百条委員会で明らかに、そうすれば維新もさすがにこの知事は支えられないと。そういうふうに腹をくくることですよ。いう意味で、岸口さんはその音声データを出すべきだと、可能性もある。でもそうやとすると大変ずるいね。相当ずるいよ。相当ずるいよね。今まで何を言ってたんだろう。そう。でも岸口さんが、これはどうなるかね、この後見たいと思いました。やや見方はちょっと違うんですけど、岸口さんが本当にそういうふうに態度を変えたんだとしたら、藤田幹事長と面会をした維新の藤田幹事長がわざわざ行って県議団と話をしてるんですけど、その段階でもうまとまるはずですよね。そうですね。もう切るよと。馬場共同代表もなんかまだもうちょっとみたいなこと言うてるからね。そうだからあの辺のグループがついてるのかなっていう気もします。これが楽しみ。間違いなく馬場さんと吉村さんは今ちょっと内紛状態になりますから。はい。ということで、先週今週というこの斉藤さんを追いかけてみましたけれども、じゃあこの斉藤知事問題ってどんなだったかって総合的になかなかねよく分かんないので、ここは西谷さんがゆうべかつ新幹線で頑張って作ったスライドショーがあるので、これをもとに徹底解説を伺いたいと思います。じゃあよろしく。はい、まずやっぱりもう忘れがちなんですけど、発端からいきたいと思うんですよ。で今出てきたこの記者会見で、こちら斉藤知事が出てきてですね。でこういう告発文があったけれども全く事実無根で、で文書を配布したのが、その実施された方だったということを言ったわけですけども、この時にねもう嘘800だと言って裁判するとまで言ってたんですよ、この人。好きだもんね、裁判好きだね。石井がね結局訴えの好きですから、それで出てきたんですが、この時はまだだから知事側は優勢だったわけですよ。で元県民局長側はもう批判されまくりの状態だったんですが、ここでですね出てきたんですよ。その7項目にわたる告発文のうち、例えばおねだり体質のことで言うと、コーヒーメーカーかな、コーヒーメーカーが実は知事もうてるやないのっていうのを、コーヒーメーカーっていうかその高級な家電を作っているところに視察に行って、その時にその高いコーヒーメーカー、毎円ぐらいのコーヒーメーカーとかトースターをおねだりして、でその時は知事そのまま手渡されなかったんだけど、迂回して県庁に届けられて、牛タンクラブも取った、牛タンクラブも取った。でこの文書の中にね、片山副知事とか、牛タンクラブの面々の名前がね載ってるので、牛タンクラブも慌てたと思うんです。なるほど。だから斉藤知事はもちろんね激高するからね、もう瞬間に若いしけど、誰や探せって言うたと思うんですけど、牛タンクラブも慌てたと思うんですこの時に。でそれで名前が出ているし、これはですねあれです、県民局長と親しい人が幹部ですけど、その幹部に取材した記者のメモ書きなんですけど。パソコンの回収も、いきなり来て、不意打ちやったと。だから自治された方は本当に普通に仕事したらどうやってやると来て、でそれで全部取っていかれたということですから。でさらに公用のパソコンはもちろんね、それは評価だと思うんですけど、自分の USB まで持っていくっていうことをされているので、かなり強引な調査をして、でですねこの記者会見につながってるんですけど、4月16日の読売新聞からちょっと事態が変わっていって、これがね、ここでその読売がすっぱ抜くわけですね。もうてるやんかと。そうだから知事がもらってるというより、腹心の部下がこれを県庁でもらって、そのなんか贈答品部屋みたいな倉庫みたいなのがある。見たいと思いません？なんかさ、イメルダの3000円みたいな気がしました。イメルダの靴がね、もうこれ、あれ、若い人、知りませんけど、知らんね、すいません。斉藤知事はいろんなところに視察に行って、おねだりをして、いろんなものをもらってたと。そう、それで倉庫に入れておくと腐っちゃうものはうち持って帰って食べた。で、ワインも飲んだと。ワインも飲んだと。これがその時のあれですね、記事ですね。贈答品は県幹部が返却ということで、この県幹部が原田部長だったわけですよね。これ牛タンクラブ、ナンバー3、ナンバー4ですけどね、4人いたで、産業労働部長で、で、おそらく知事と一緒に行って、で、この人がもらう役やったんでしょうね。ということで、この辺から事態が、流れが変わりまして、なんかどうも7項目ぐらい内部告発があったけど、なんか本当っていうものもあるんじゃないのって、こういう感じになってきた。今となればほとんど本当やった。ほとんど本当でした。だから噂話を集めて作成って言ったのはあくまで情報提供者をかばうためであって、実は有力な証言証拠に基づいた非常に真実相当性が高いものがあったと。だから本来なら守らなあかんわけですよね。その人を攻め倒したんやけど、だから嘘800嘘や、あんたが嘘800やんかということですよね。はい、でこの方が嘘ついてたんちゃうかということになって、旗色がガラッと変わりまして、それで、さっきの話の延長ですけどもね、じゃあこの牛タンクラブの団長である、この片山副知事、この人が、泣きながら記者会見をして、そう、私、最初、すっごい不思議だったのは、この副知事が、その百条委員会が51年ぶりにできるかもしれないっていう時に、自分が辞めるから百条委は辞めてくれと、自民党の県議団に申し付いたっていうニュースを見て、なんで副知事が辞めるのと、百条委員会を設置するのを辞めるっていうのが、取引になるのって思ったんだけど。そのぐらいの実力者、自分が危ないと思ったんでしょうね。もう自分が危ないと思って、でここもね、おかしいのは、亡くなってるわけですよ、パレードの人も入れたら2人亡くなってるわけね、優勝パレードの人とその県民局長さん、普通は、ね、その同僚をなくしたり、部下をなくしたら、そこで泣くのが普通だと思うんだけど、これ、知事を守れなかったりって泣いてるんですよ。でもその知事は付箋投げてくるやつですよ。あと先週金曜日の百条委員会で片山副知事当時にも付箋を投げつけたと。そうですよ。またさ、私知事の回答も知事らしいなと思ったんだけど、付箋ってあるじゃないですか、こうメモペタペタ貼るやつ。それで1枚じゃなくて1センチぐらいの塊をピッて投げたっていう話で。聞いていたら、知事が、いや違う、1枚だけ、1枚の付箋を折って、それが、届いて投げてしまったと。でも、それに当たって、そうね、いやだからね、これね、これ、インターネットではタコの嘘は言われたんですけど、今日はね、この人が、やっぱりね、僕ね、DV。要は家庭内暴力、その暴力夫がいて、どつかれてる妻が、あなたを守らないでごめんなさいって泣いたりする場合があって、それとちゃうかなと、最近は。悪かったのは私。悪かったのは私、知事守れなくてって、そういう関係だった。だから牛タンクラブがね、僕が仕切ってる思ったら、やっぱり牛タンクラブも怖かったんちゃうかな。一時期ほら、本当に悪いのはこの人が最大の実力者で知事を操ってるっていうような雰囲気の報道もあったけど、どうもそうじゃないってこと。なんかやっぱりこの暴力的に支配されてたから性内 DV 状態が顕著のトップとしちゃって、ということは DV された牛タンクラブはその外枠を DV してきた。DV が蔓延してたと。で実際に3月27日、記者会見の2日前に事情聴取して、それも実際に基づいて1000元議長をはじめ関係者に当たったと。なんかだけどさ、この人のその音声データっていうのだと、恐ろしいようで、誰から聞いたんや、なんだそれ。なんか私は官僚だからかもしれないけど、口調だと、滑られて。だいぶ抵抗されたと思いますけどね、元県民局長は。で、今はそういうふうに言っている片山副知事に対して、元局長は、でもとにかくこの内容を調べてくれというふうに言ったということなんですよ。そしたら、言ってることは分かるよなぐらい、ああ、分かったみたいな感じで、スルーされたようなことも。一番最初の冒頭動画を出していただきたいのは、なんで質問、どういう質問で噂話を供述したというのに、なぜ斎藤知事は答えなかったのかと、情報公開条例を盾に隠蔽したのかというのは、まさにこれがばれちゃうと、これがばれちゃうと、本当に僕はいじめ、権力殺人みたいな。ことになるんちゃうかなと思います。じゃあまさに橋本徹氏が公益通報者の保護すべき人の告発を潰そうとした権力行使、違法な権力行使だというふうに、その初動だけで斎藤知事は辞めるに値すると。珍しく橋本徹氏が正論を言ってるんですね。斎藤知事は大阪府の財政課長真のやりたい放題のそういうのを目の当たりに学んだんだ。学んだ。身についちゃって。トールちゃんとか天川ちゃんがやってることを学んで、同じように兵庫でやろう。今の牛タンクラブって呼ばれている人たちは、宮城県に斉藤知事が出向していたまだ若い頃に総務官僚として出向してた時に、その宮城県と兵庫県がこう連携協定じゃないですが、そういうふうになっていた。大阪は岩手県やったと思うんですよ。にしょっちゅう行っていて、県の幹部として斉藤さんと顔見知りだったっていう、こういう話なんですよ。で宮城県にいた時の上司なんかもあんなやつじゃなかったみたいなことを言ってるので、多分大阪に行ってから府庁に入ってから学んだなと学んだで、大阪の知り合いの記者に聞いても、財政課長時代は今みたいな体質はの変にもなかったと。本当でも当時は権力者じゃなかった。そうそう、だから維新のやり方が身に染みてて、権力者になった途端にそう字が出てしまったの。困ったね。王様になったと思ったよね。俺は王様になった。王様、知事様と呼ばれてる。知事さんと知事様と呼ばれてるから、選挙で勝ったら王様になれると思ってる。そうか。で、だからこれはさっきこれね、とある方から聞いたんですけど、その元局長お亡くなりになった方は60歳で定年前やったんですよ。で、定年前でこれされて、僕らはヒーローだと思うんですけどね、県庁から見れば。で、この元局長の送別会があるわけね。この局長を慕ってる人が来るじゃないですか。ほんなら牛タンクラブが来て、そこに局長の送別する人の携帯まで調べたんですよ。牛タンクラブは呼ばれてたんですか？いや、おそらく行ったんでしょう。呼ばれないでしょう。牛タンクラブは呼ばれんでしょう。それは身内のね、アットホームな送別会に行って、で、携帯見せろ言ったらしい。で、情報を嗅ぎつけて、元局長派と目される人たちが集まってると。で、お前たちの携帯見せろ。そうそう、それをどっかから聞いて、どっかの居酒屋でやってるぞと。で、行って、携帯見せろみたいなことやったんちゃうかなと。警察となかなかしにくいよ。だからやったらあかんでしょ。この週刊文春の電子版は東京地検もびっくりするぞ何かだというふうに書いてるぐらい、恐るべき権力犯罪集団が。普通はだから元局長派の部下がね、例えば片山さん来てね、見せろ言うても、そんな何見せなあかんのですかって言えると思うんですけど、もうなんか県庁自体がこのドメスティックバイオレンスピラミッドになってるから。だからもう魚屋で出したんちゃうかなという気はしますけど。なるほどね。先週の金曜日の110委員会でも20メートル歩かされたのに激怒したということがテーマの一つになってて、車止め、自転車も入れないようにしてたところに車がそこで止まっちゃったから、知事が大声上げてどうなったのだった。でもそこはもともと自転車も車はもう入れないなんだけれども、その大声出されて叱責されて、職員がビビっちゃって、帰りはその車が本来入れないところまで車を寄せてね、だからルールも関係ない、知事様が王様やからね、お次様やからということ、だから携帯を見せるってね、やっぱこれね、内部通報者を自身に追い込んだとしたらすごい大きな問題ですけど、これも大きな問題でしょ。このね、阪神オリックスの優勝パレード、これは万博を進めたいから吉村さんの思いつきだったと思うんですね。で、あの時は吉村さん、斉藤さん、それから松本さんという関係連で阪神オリックスが優勝しましたと。で、阪神オリックス優勝記念、大阪関西万国博覧会500日前って。なんで関係ない。万博500日前で関係ないでしょ。阪神とオリックスはやりたいと言ったの。いやいや、おそらく無理やりやった。無理やりやった。だから題名に500日前がついてるわけですけど、この時にだからさすがにクラウドファンディング、税金突っ込まれへんからクラウドファンディングでやりますと吉村さんが言い切ったので、寄付を集めなあかんけど、そんな万博500日前って書いてあったら。寄付紹介という人もやめたわけですよ。でもさ、兵庫お金が集まらなかった。お金集まらなかった。兵庫関係だって阪神球場は兵庫県、オリックスは大阪県やから、大阪府やから。なんで大阪、そうかそうか。だから吉村知事はおそらく万博の気分醸成のために弟分になったの斉藤知事に一緒にやろうと、一緒にやろうぜと、協力しろという選挙で応援してやったんじゃないかみたいなことを言って。で、この時は万博が予算がも約2倍に膨れ上がっていて、非難をすごい浴びてた。なんも税金突っ込むねって言われてたから、吉村さんはこれには税金使えませんって言ったんですよ。で、寄付だけでいきますって言ったから、これがまたプレッシャーやね。プレッシャーだね。5億円集めなあかんからね。5億もかかった。はい、5億もかかった。それで、その寄付が集まらないので、省吾の場合はこうやって信用金庫に補助金出してキックバックさせたという。これでもね、そういう日頃こそだと思いません。だからクラウドファンディングでやるっていうのは、税金は使いませんよと、その賛成する人の錠剤で、このパレードはやるんですよっていう、そういう公約っていうかさ、お約束じゃない。はい、なんだけど、現実に今言われているのは、本当だったら信用金庫らにある事業があるんですけど、はい、本当だったら対象がこのぐらい、1億円ぐらいの予算と言っていたのを、副知事の一声で、対象をわっと広げたわけ。それで4億円配ることにして、はい、でもらった信用金庫はその中から出したかどうかは分かりません。お金に色はついてないから、うん、でも補助金を受け取ったすべての信用金庫がパレードに寄付をして、はい、充足させようとした。それもね、11月それ11月15、6日ぐらいにその補助金バーンと入って、寄付が17、18ですからね。だからもうこれ明らかに兵庫県の権力を傘にして背景にして信用金庫に圧力というか働きかけて、それの見返りとして寄付してもらったと。これね、民間企業やったら背任ですよね。そうですね。だってその税金使ったわけやから、損害与えたわけでしょ。そう。兵庫県に対して。皆さん、兵庫県の皆さん、これは本来他のことで皆さんに使われるはずだったかもしれない税金をパレードのお金を出すために使ったって、そういうとんでもない話なんです。だから担当する方が実施するぐらいにもうとんでもない事業だったと。本来やってはいけないことを無理やりやらされて、だって突然でしょ、突然パレードやるってなったから、だから担当の人もそんな人事体制組めませんよね、だから担当の方がものすごい残業に次ぐ残業で、でちょっとうつ状態になられたというふうに聞いてますけど、これ大阪と兵庫の関係なんですけど、吉村さんと、松井さんの時と吉村さんの時の財政課長だった斉藤さんが兵庫県知事になったっていう、もともとあんまこう人間関係として対等でない。ですが、そうですね、この両者は連携協定を結んでいます。はい、で、今になって関西カンテレの県庁キャップかなんかが、就任半年ぐらい経ったところで評価として書いてる記事が注目を集めているんですけども、その中でその連携協定についてこう会議をしていると、吉村さんがいろいろしゃべる。そうすると片山副知事がうなずきながら、もう本当に素晴らしい素晴らしいと言って話を聞くと、でそれを書いててで、これは本当に兵庫県民のためになることが進むんだろうかという不安を書いてる。もうこれまさに、いやそれはまさに兵庫県維新系知事誕生の成果というか効果というか悪影響というか、片山さんはそんな吉村さんにへへって感じ。いやだから家庭内暴力でいうと一番上に吉村がいて吉村さんいて斉藤さんいて、でその下に片山さんがいるから、結局このあなた頑張ってるわねみたいな感じでもうどつかれてもついていく斉藤知事の分身みたいなもんだから支える側なんで、片山知事ニアリーイコール斉藤知事で、吉村さんにはもう頭足を向けて上がらないと。前に出ていただいた時に、片山さんはなんか副知事を辞めたら維新の事務局長になるという噂は流れてましたけど、あれは噂なので、維新の事務局長になるかどうかは分かりませんけど、もうこうなったら何もなれませんよね。今やね、そういう噂が流れるぐらい親しい関係で、ちょっとその牛タンクラブの面々をちょっと紹介したいと思います。この人がね、やっぱりね、かなり悪い役割をしましたね。総務部長であった猪本さん。この人がだからその公用パソコンに入ってる全データを抜き出して、でプライバシーのところをリングファイルにして持ち歩いて、で県会議員に見せていたということなので、見せてどうすんの？いやこんな悪いやつですよということを言ってたんじゃないですかね。でこんなやつやからやったんでしょみたいな、元県民局長を貶める一番手におられた方で、この人はだから病気されて今。お休みですけど、お休みか、だから元局長が告発するのをなんとか食い止めようと、そのために私的プライベートな情報をちらつかせながら、このまま告発したらもう大変なことになるぞと、この情報がどんどん広まっていくぞという脅す役をやったんだろう、脅し役ね。はい。でなんか奥さんもなんか県庁の人で、奥さんの人事ともなんかちょっとクエスチョンがつくようなことをされていたということですけど、まあこの牛タンクラブみんな人事畑の人ですから、だから役人ってあれ人事握られると弱いですからね。はい。でこの人が猪本さんで、でこの小橋さん、先ほどの名前ちょろっと出てます。この人も病気で今お休みですね。はい。でさっき出てきた原田さんと、片山さん副知事を入れてこの4人がまあメンバーですね。はい。まああまりに後ろめたいことをやったんで、皆さん体調精神的にも追い詰められて、でもこの原田さんは残ってますよね、唯一ね。はい。どんな方なんでしょう。どんな方なんでしょうね。片山さん本当に6日出てくるの？出てくるでしょ。いや一応出てくるでしょ。6日は6日は見ものですよ。これは見もので小泉進次郎会見と重なってたんですけど、こっちを優先しようかなとちょっと思い始めてぐらい。まあ小泉さんは言うことはまあなんとなく想定があるしわかるしみたいな。30年後の自分は何歳かな。30出せよと思うけどね。ということでした。次行きましょうか。次行きましょう。はい。でまあ、これはさっきのね 20m 歩かせたということですけど、まあこれねもうこれはだいぶやってるので、例えばエレベーターがね、パッと行ってしもった時に「お前ボタン押しとかんか」言うて、その後エレベーターボタン押し係が出てきて県庁の中に知事が会議して、そう手鏡係もいいんですよ。髪の毛立ってないから「はいこれです」これずーっと押して待ってなあかんから。これ迷惑やで周りの人っていやまあでもさそういうのって日本の官僚機構の中ではないわけじゃないよね。なんかドアずっとこう押さえてる若手の人とかいるじゃない。でもだからといって失敗したからといって瞬間湯沸かし器になってしまうとなんか肝っ玉小さいみたいな評判になるよね。ペンを投げる机を叩くっていうのはこれはもう DV 男のやるそのものやね。昨日横田さんの現場直撃の時に紹介したんですけど、人事院にハラスメントのページがあるんです。こういうことをするのは気をつけましょうねって、その中の具体例というのがあって、机を叩く、書類を投げつける、これはもうハラスメントで全然許されません。今やったらもう直ちに国家公務員だったら通報されてしまって。それなりに処分されます。これ公用車に乗ってる時に後ろが蹴るんだね。思い出しません？思い出しますよ私。そういうのありましたけど。あ、タクシーの運転手さんがさ、嫌な客っていうのであげるよね。あ、ね。昔いなかったっけ国会議員で辞めた人。わかるだろうってやだなんか人もらったね。秘書に対して車の中で怒鳴ったりとか蹴ったり。その人今テレビ出てはりますけど。こういうのも基本的にはもう許されません。はい。これはねもう皆さんご存知でマラソン大会があって尼崎で、これ丸尾県会議員のアンケートで分かったことですけど。丸尾さん尼崎出身なので、でこれマラソン大会があったと、自分のやっぱり控室がいるから、だから授乳室を自分の控室にしたわけですよね。それだってそんな部屋ないとこですよ。で、だからその、子育てのママさんの授乳室は外にテントを立てて救護室と授乳室を作ったらしいですよ。あらま。で本人はこの本来の授乳室で、まあ、寝てたんか知らんけど待ってたんか知らんけど、でこれね誰が見てもここ授乳室で分かるでしょ。分かるように書いてあるね。ところが記者会見でその部屋が授乳室であることは正直認識していなくて、目がいってない。知事こちらへ。あんた塔を見てるやろと。塔開いてる。抑えて。でね実際にマラソン大会熱中症で倒れた人いるらしいですよ。だから外に機転を利かせてその救護班を作っていたからその人は助かったけど、もし外にそのテント作ってなかったらこの人のおかげで重症になってたかもしれないということだそうです。はい。それからこれもね浴衣、これ姫路かどっかですね。でみんなで自治会長さんとか議員さんが着替えてるところに知事「俺は知事やぞ」とね。でこんなところで着替えさせるんかいうことでなんかプロの着付けの人が来て。で着付けてもうたその着付け賃が4000何本でこれ横田さんこの4000何本公金やね。で周りに一般人がいるとちょっとセキュリティ上問題じゃないかとかいろいろ理由をつけてたらしいんですけどみんなで着替えとるだけ。でもどうなのかね、浴衣ぐらい着付けの人がいるの。その辺なんと着てる人がつけてくれるよ、着付け。これすごいね、日本海行ったら必ず松葉ガニ。その量がさ半端じゃない。半端じゃないから。職員が持って帰るのはいいですよ。遠慮したらじゃあ職員の分まで自分で持って帰ったと。うん。でさすがに日本海側の人たちがもうこんといてくれってだからいつもカニ持って帰るよるから、うん、もう来ないでください。県庁職員の間では視察を遠足と呼んで、うん、お土産が必要だというふうな評判になって、なんか自腹切って買った人もいたらしいね、職員の人で、まあ普通は出されても お断りしてますよね。どうですか下の人は。いや、それは普通は危ないと思うもんね。もらったもやばい。そうそうね、PR はその場でしたらええだけであって、うん、特に松葉ガニなんてね、県庁にお人で腐るがな。これはすごい匂いで。霞のカニです言うて、うん、そんなん見に行きませんってそんなん。そうですね。いや普通だったら視察に行って有名なカニの店に行って、うん、自腹で食べて、後で PR すると。いうんだったら県民の人は納得すると思うんですけど、はい、なんで自分だけもらわないといけないのかと。ね。もうカニだらけになっとったよね。でこれは革ジャンですね。これなんですか？これ革ジャンをね着てね、でこれはいいですねで40万ぐらいするらしいんですよ。でこれは欲しがったんやけど、これはちょっと高いからすみません。あまりに高額なんでちょっともらうわけにはいかないということで却下されたと。はい。だから革ジャンはもらえへんかった。この時機嫌悪かったんちゃう？知事室でうらーいってやってたんちゃう。俺は革ジャンもらえへんかったって泣いてたかもしれない。そんな子供みたいな、はい、子供ですからこんなんみんな子供みたいというか子供や。でこれはもう有名でしょ。有名です。これねヘルメットかぶれたないってかぶらへんかったんですよ。はい、ねなんかテレビ映り気にして、ね、これ災害の復旧現場なんですよね。だから復旧工事が止まったんですよ。知事が来た時だけ。でもかぶるんだよ。はい。でもかぶるバイクは例えばそのおねだりバイクの時はヘルメットかぶんないね。これはかぶれんね。かぶれんのか。これはかぶられへんねね。これはかぶれんね。でさらにそのため息マンにもなれるね。ため息マンって何ですか？あこの真ん中のが真ん中知事。兵庫県ため息が多いんで、ため息の重要性をアピールするためにため息マン。そう。になったということらしいんですが、ため池マン、ため池を大事にしようねみんな言うて、でこのポスターを作って、このポスターを兵庫県内の幼稚園とか保育園に貼れ言うたら、幼稚園はすみません斉藤さんが写ってるのは貼れません。なんかもうそうため池マンのヘルメットはかぶれる。分類できるわけね。はい。バイクおねだりバイクのヘルメットもかぶれる。ため池マンのヘルメットもかぶれるけど、災害現場でヘルメットはかぶらない。とにかく政策のチラシとかパンフレットに自分の写真がないと送るとか、そうあったね、そういうのね。このため池マンの方が恥ずかしい思うけどな、災害現場でかぶらへんよりも今となってはこれが一番恥ずかしいと思う。これはだから踏ん張って吉本的になってるのかもしれないね。そうかもしれませんね。でね、これね感謝状ってあるじゃないですか。例えばその長年自治会をやってくれた人とか。その感謝状を出したいけど、その感謝するのが斉藤元彦は嫌だ言って感謝状を送らせてくれって言われてるから送らせて新しい知事になってから、この名前では嫌だ言って、まあそういう状態に今表現はなって、つい昨日だか一昨日だか、はい、ほらイオンかどっかで肝入りの事業をすることになっていて、もちろん知事が出る予定だったんだけど、イオン側が断ったよね。断ってきたっていう。知事が来るならやめるって。で知事が欠席することにして、行事はやることになった。でも知事が辞めない理由は県政を前に進めたいからやろ。はい。県政前に進むの後ろ下がってるやん。はい。はい。でまあこれさっきのね20メートルですけど、これもあれですよね、幅短平で自分の写真がないっていうことで怒って写真入りにしたんですが、これがですね私ね百条委員会でもやってましたけど。これもう作ったわけですよ。作ったね、お金払うわね。うちはもう、これが今倉庫に入ってるみたい。あ、そうなんだ。だからこれ税金かけて幅短平のチラシとうちわを作ったけども、3日か4日ほど前に俺の写真がないやないかいと怒ったから作り直してこうなってるわけですね。ということはこう配るのはこれ作り直したやつを配ってるはずやから。はい、作ってない分を突っ込んだ税金はこの人が怒ったために無駄に使われているということです。数千万にはなってるかな。結構ね、大量にチラシも、ね、うちわも作ってるでしょうからね。斉藤知事のパワハラおねだり体質で相当の県民の税金がそうそうそれを累計したらいくらになるのかというのも興味深いところで、斉藤知事の最も誤りはですね、こういろいろ問題指摘されたわけじゃないですか、元局長が内部告発という形で、それを受け止めて、それを認めて。謝罪してればこんな事態にならなかったと。最初の時にね、初動がとにかく間違いだと、告発を受け入れて反省して軌道修正してれば、こんなことになってないのに、それを潰そうとしたので、こういう事態を招いてしまったと。なるほど。でこれさっきの話ですけど、僕はだからその牛タンクラブは守ってんのかなと思ったら、牛タンクラブも投げてたんやね。だからこれはだからもう渋い、やむなく従っていたと、逆らえなかったと。斉藤知事を一番嫌いやったのは牛タンクラブかもしれない。いやそうか。もしかしたら牛タンクラブの一人から出てるかもしれない。免従服配。免従服配でね。でこれですよ、7月18やったかな、その百条委員会があった時に、最初にこの岸口実さん、これ副委員長ですけど、この人が、この発言があるって、で自分に対してものすごい批判が来てると。何の？いやだからお前が斉藤知事を守ってるのなんでやねんとか、その斉藤をクビにせえとか、やっぱりみんな言いにくいじゃないですか。でおそらくこの人の公式ホームページがあって、でメールアドレスも書いてあるから、だからこの人を名乗ってなりすまして風俗サイトに登録されてるんやと。だからそういうまあそんなことしたらあきませんよ。でもなんかそういうやつがいるんでしょう。岸口を懲らしめたらみたいな、それはしたらあかんことですよ。それを何百条で言ったの。百条で言った。どういう関係が。だからこんなことを俺は被害を受けてるんだと。ね、だからえらい迷惑してると。でこの中にね、岸口が最後にその元県民局長と電話した。亡くなる直前にかなり長時間某県議と電話をしているというところまで情報が出ていて、その某が誰か分かってない。分からない。で、岸口さんは俺ではないと。でもこの中にその電話した人がいたら名乗り出てくれ言った。なぜ？いや分かりません。まあとりあえず。とにかくネット上で濡れ衣着せられてるから、それをここで晴らしてほしいと。私は被害者だと。でテレビカメラも回ってるから、だからそれで弁解をしたと。で奥谷委員長にもイチャモンをつけて、名誉を傷つけられるということになったということで、それでなぜ委員長がいやで奥谷委員長が名白黒してはったんですけどね、何を言うたんかなってやっぱ気になりませんやんか、でなんでこんな喧嘩してんのかなと思って、でその岸口さんのホームページ調べてありまして、でこの方はやっぱり維新の議員としてどんな質問でも受け付けますという書いてあるから、だから質問状を送ったんです。これは西谷さんが送りました。はい、もう個人的に送ったんですよ。で黒いとこだけね読みますとね、もしその俺や言うて名乗り出た人がいたら、あなたはその議員どうしたかったのか。それから誰も名乗り出ずに誰もそんなことしてなければ、あなたは不必要な圧力を加えてしまったことになりませんか。それから百条委員会の場で、しかも副委員長という場であの発言を何でしたんですかということと、それからなりすましによって風俗サイトに登録されて被害を受けたら、それは警察に言うことがべきことなので警察に言いましたかとそんなことを質問してるんです。で横田さんも知ってはると思うんです。その時に別の自民党の県会議員がちょっと待ってあんたと、ここは文書の真相を究明するとこやから、あんたの個人的なことを言うとこじゃないと、でもし言いたければ別途維新の会として記者会見 しなさいよと、それで収まったんですけど、なので最後の質問はその後記者会見は開かれましたかと自民党の県議に釘を刺されて、周りからちょっと失笑というか失笑があって、で、8月14日に質問状を送りましたけど、1週間期限切った無回答で、実は今日ですね、電話しても出られないです。昨日も電話したんですけど何回も出られない。で電話すると、この電話は録音しておりますってなるんですよ。なので、まあ確かにね、いろいろあるから録音してもらったらいいんですけど、ちょっとね、電話にも出てくれはりませんので、まあこれ明石市から出ている議員さんなので、もし不信任案が通って議会が解散されたら、明石市の有権者の皆さん、ぜひこの質問に無回答であったということを覚えてもらいたいなと。なるほど。はい。ということですね。はい。岸口さんはちょっとかばうと、一応文春電子版のデータを出せと要求しているという面もあるということで。ということで、だいぶだいぶこう態度が変わってきてる。1ヶ月ぐらい経ってるんで。はいはい。そうですね。吉村さんも不信任案のことをちらつかせて、維新自体もこう方向転換し始めようとしてる。けれども過去のことはちゃんとしっかり説明して、反省した上で方向転換してほしいなと。岸口さんってどっちかっていうと馬場さんに近い人なの？どうなんでしょうね。仲がよくわかんない。参議院にも比例で出てはるので、おそらく当時のその馬場さんが選ぶじゃないですか、比例代表候補。だから馬場さんに近いのかもしれません。なるほどね。はい。でホームページ見ますと、斉藤知事が誕生と喜んでまだ貼ってるから、だからね。不審には出せないと、早くこれをホームページから削除してもらえないとあきませんね。なるほど。はい、ということで、岸口さんでした。はい。はい。で、ここからはもう斉藤さんの話からちょっとずれますけど、箕面で維新が負けたじゃないですか。負けましたね。現職の市長が大差で負けて、あれ維新の創設メンバーですからね。松井さんとか井上哲也さんがだからそんじょそこら。ポットでの維新じゃないんですよ。はい、オリジナル維新です。はい、この方が負けちゃったと。で、その箕面を引きずってるんでしょうね。次、摂津で市長選挙あるんですけど、摂津なんかごたごたしてはるんですよ。摂津ってどういう町？まあ結構小さい町です。北摂で、PFAS。淀川工場があるとこ。高槻と吹田の間に挟まれている町なんですけど、茨城と人口は少ないんですけど、まあちょっとのんびりしたところで、人口少ないので府会議員の定数は1やと思います。で維新が取ってます、やっぱり大阪ですから。でその公募したんですけど、その市長候補80歳の市長が引退して、全部新人なんですけど、その時に公募して、おそらく誰も出へんかったから、身内の府会議員か市会議員か選ぼうかとなって、でこの中川さんという方と今回出はるんですよね、市長選挙に。あと三好さんという方が一騎打ちになったわけです。でこの三好さんと中川さんでどっちが選ばれるかってことになって、で世論調査かけたらどっちも大体同じような人気だったので、で内定は三好さんに出たんですよ、市会議員の方に。でこの方が市長選挙に出るってことになった時に、それまではどっちに決まっても恨みっこなしやなってノーサイドや言ってたその中川さんが維新から飛び出て無所属で市長候補に名乗りを上げたわけです。でそうなると、府会議員のところが穴開きますから、はい、だから府会議員がの選挙にもなったということになって、これ同日になりますね。なので、これ、はい、ニュースだと、はい、吉村さんが記者会見で、その摂津は候補を立てないというふうに言った、ここのところの体調で摂津も出せなくなったのかなっていうふうに思うんだけど、はい、もっと深いところ、もっとドロドロがある、もっとドロドロがありそうなんですね。だからこの中川さんというのはもともと維新ですが、無所属になってまた維新に戻ってる人なので、この中川さんとしてはもう一回無所属になって出るというのは、やれるかなと思ってると思うんですけど、この中川さんね、地元の人に聞くと、あんまりみんなの人気がないから、選挙する時もずっと自分でやってたんです。だからその維新の看板で通ってるのもあるんやけど、結構この人は盆踊り大会とかお葬式ずーっと行くので、でみんな摂津も高齢化してるから、お年寄りはその若手が来て手伝ってくれるからということで、結構まあその個人票を持ってるらしいんですよ。で三好さんも維新の市会議員です、票がありますよね。なので、そんなことで、無所属で出た。でこの三好さんがだから府会議員に出るんですよ。そうすると市長候補を出さないって吉村さん言ってたけど、結局元ってついこの間まで維新だった府議が市長候補で出て、無所属で出て、それでその府議が市長選挙に出るために空いた席にこの市会議員が辞めて府会議員出る。で両方勝てたらいいねってこういう感じ。そういう感じですね。で両方勝てたら、この中川さんは一回無所属になってからまた維新に戻ってるので、だから傾向はない、維新系市長になるので、で構図ですけど、自民党を辞めて無所属で出てるこの島野幸一郎さんと、共産党推薦の、安藤さんですかね、はい、この3人の三つどもえの構図になってます。なるほど。はい。でどうなのかなというふうに今思ってます。要は維新が激突しちゃうと、箕面市長選に続いて2連敗になる恐れがあると。要するに維新の候補が出ない方がいいってことね。維新みたいな感じで出ない、維新直系の本当は三好さんが出るはずだったのに、無所属の中川さんが出たことで票が割れる、その自民党を辞めた人が勝ってしまう、連敗になる。もうちなみに大東市長選挙はやっぱり公募したんですけど、誰も出なかったので、評判の悪い市会議員が出て負けましたからね。だからそういう意味ではその後河内長野市の府議会議員選挙もあって、そこでも負けてると。市長選は不戦敗で、補選も負けてる。吉村さんの出身地なんで、そうですよね。そういう2連敗3連敗が続くのを何としてもこの避けたいということで住み分けをしたと。じゃあもしかしたら事実上ステルスなのか、ちょっと読めないんですけど、何しかもうドロドロの低いレベルのそんな、普通のプロセスでいけば維新は立てないとおかしいと。そうですね。だけれどもそこを引っ込めて、激突ガチンコ勝負を下げて住み分けたと。だって前回の府会議員選挙はもうダントツで勝ってますから、維新がね、大体どこでもそうですけど。ということで、ちなみに摂津の青年会議所は有名な森友問題で籠池さんの弁護を最初してたのも摂津の JC で知り合ったし、で籠池さんの建てたんじゃないですか、学校。建てました。あれ藤原工業やったと思うんですけど、誰かが中華料理屋みたいなみたいな赤いやつね。あそこも建てたとこも摂津の JC で知り合ったと。いうことで、結構摂津の青年会議所っていうのは、維新にの人が多いですね。だから維新は結構摂津では強いはずなんですけど、こうなってしまってるというのは、おそらくかつての利害関係者もだいぶ引き始めてるのかなという気はします。なるほど。それほど斉藤知事問題と、あと万博の根強い批判がダブルパンチになって、維新の支持率がついに 2% にもなったという。衝撃的な数字。公明党にも共産党にも負けちゃったという。なんかすごいことになってますよね。すごいことになってるね。ということで、次は片野市。もうこれはね、昨日ちょっとやった。ね、やっていただき、でこれね、広域競これね、生コン広域競争っていうのはね、分かりにくい組織で。でここが維新とズブズブで、で労働組合を弾圧している、なんかヘイトスピーチするようなやつを雇って、デモを潰したりするようなところで、そこが維新と仲良くて、でこれ奥野生コンですか、奥野生コンの会社の中で維新は選挙活動してたみたいなことを聞いてますね。事務所を貸してたとかって言っている。でこの当時山本さんっておるじゃないですか、この人は当時は府会議員だったんですが、維新を辞めまして、で市長になられて、このね片野市っていうのは、片野市って読めなかったんですけど、片野市は今注目なんです。これ市長が注目なんです。この市長も元維新で、いろいろうにゃ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 あるんですけども、この間市長になりました、はい、その後結構頑張ってますよ。非維新で頑張ってる感じがします。全国的に多分名前が多少知れるようになったのは、うん、吉村さんたちがその学校単位で遠足で万博に人を寄せようと子どもたちをやるっていうので学徒動員と言われていた。で各学校にアンケートしましたよね。でその時に一番初めに、はい、うちの市内での学校はどこも希望していませんということと希望していないのに希望していないというふうに答える欄がアンケートにないのはおかしいじゃないかっていうことを言ったっていうので一躍、はい、こんな人がいるんだっていう、はい、真に物言いを主張ともっと他の市も続いてほしいんですけどね。片野市に続いてそう、はい、だから大阪府内のほとんどの市町村のトップは維新系なんで、でその分山本片野市長が際立って目立ってると、うん、なるほど。で、いろんなこと言ってるよね。バスそう京阪バスがね廃止されるからそれも万博のために運転手が足りなくて経営がどうこうっていうんで市内を走る民間のバスがもう路線を廃止して停留所も全部なくなっちゃうっていうんで市の方でこう循環バスといいますかバスをやろうとして募集をかけたのに運転手が集まらないと。でもう全国的にもまあ運転手足りないんですけど、はい、大阪の場合はやっぱり本当に特に万博のせいなの？シャトルバスがすごい出るしそれもありますしやっぱりもともとはやっぱり大阪の南部の金剛バスもやっぱり同じ理由で、うん、廃止されてますから、うん、やっぱりなんていうんですかね維新政治の中で、うん、いろいろこうリストラが進んで民間のバスに対するその補助とか、うん、そういうものもあんまり増えなかったのもあるでしょうし、うん、あとやっぱりかなりやっぱり田舎の方に行くと少子高齢化過疎化が進んでいて、うん、やっぱりそのバス事業で黒字にならないので、ね、まあそれはどこでも一緒なんですけど、うん、だから行政が助けるというのが当たり前の話だと思うんですけど、うん、まあ万博に全部取っていかれてますから。そうね、むしろそういう女性とか行政の補助とかない中で、はい、片野市長はですね今もうとにかく足がなくなるんですよ、うん、もうお尻が決まってて、はい、だから市民のためにも運転手を集めなければっていうんで本来市町村の仕事ですよねそういうのは。でなんとかしろよっていうようなことを言っているとか、はい、昨日これ以外でこの話ちょっとやりますけれどもこれ以外に昨日横田さんに報告してもらったのは北陸新幹線がなんかコースによっては一部ここの市内の下の方を通るのでその地下水は大丈夫かというようなことについての不安も山本市長がね表明してる。で奥野生コンが不法占拠してると。で今これ大きくなったのは、こう奥野生コンっていうのが国有地を占拠してそのすごい立派なサイトみたいな機械の工場みたいなのも建てていて河川敷ですよね。河川敷を占拠して二十数年間、うん、そういうふうになっていたのに明け渡し請求もされず、はい、その不法に占拠してますからその分賃料相当地代相当の損害金みたいなのも払ってもらわなきゃいけないのに、うん、それも誰もしてなかったのを今度始めると言い出した。はい、で大阪府に要請しても全然動かないから市として、独自に動くと。それで今ちょっと騒ぎになってるのは、はい、その自分のブログだかなんかの中でなんでこんなことが続いていたのかっていうと、はい、やっぱり政治の影響ですっていうふうに書いたので、ね、この政治ってなんだっていうことで問題になってるんですが、うん、それはまさに維新ツートップ、さっきのやつですよね。知事と市長がずっと10年以上維新で占められてて、うん、はい、で、その維新っていうのはさっきのツーショット写真に象徴されるように、うん、生コン業界とぴったんこついて、でそれで、はい、こういう違法行為が見逃されてきたんじゃないかと。うん、あと僕の経験で言うとね、うん、手島の参拝を取材したことあるんです。はい、はい、あれ香川県なんですね、小豆島の隣で、うん、であれもずっとね住民がやめてくれ言ってるのにねまあ放置してたんで香川県が、うん、でその時の裁判になった時に、うん、関東官庁は香川県ですからね、うん、でその時のその担当者が、うん、なんで止めへんかったん言ったら、うん、怖かったのでありますそれが残って「怖かったのであります」って言って裁判記録残ってるので、おそらくこれ20年前からやってるから、当時の大阪府がやっぱり怖かったんちゃうかなと。で維新になってブイブイなって、で選挙事務所も貸してということで、だからそういう意味では山本市長に頑張ってもらって、長年のね、まあ時効の分もあると思いますけど、遡って取り返してほしいですよね。本当ね、この、はい、まあ元維新であったということで、まあより中のこともよくお分かりになって、内情も分かって、ナマコ業界との癒着の関係も垣間見てるかもしれないということで。これは結構面白い話になりそうかなと思います。はい、というので、交野市の問題はなんか一つの小さな市がですね、大阪府を支配している維新に対して異議申し立てをしているっていうだけの話じゃなくて、まあ、構造的にすごく問題なわけです。で、ナマコンのこの問題になっているナマコンの会社っていうのは、その大阪広域生コンクリート協同組合っていうその事業者を束ねた、もう 90% 以上の事業者が加入しているその組合を作ってるわけね。そうするともうこれは価格は組合がうちの生コンはこんだけで出しますって言ったら、ゼネコンであれ建設現場であれ、なかなか嫌とは言えないわけです。他から安いものを入れるわけにいかないから。だから大阪の生コンの値段がどんどん上がってて、しかもあれ西谷さんもうたくさんありますもんね、事業は。万博はあるわ、夢島の地盤改良の後にカジノビルができますし、できるしねっていうので、はい、まあすごい今ブイブイ言わせてるんです。でここに対していろいろそういうやり方おかしいんじゃないかとか、労働者の状況がおかしいじゃないかって言ってたのが、下にある労働組合、これ同じ組合ですけど全然違う。でもしかしたら見てらっしゃる方で誤解してらっしゃるかもしれないけど、いわゆるなんていうか関西生コン事件ってあるじゃないですか、はい、中にはその乱暴な労働組合が、その事業者に対して不当な圧力をかけてって思ってらっしゃるかもしれないですけど、そうではなくて問題は上の方のこの生コンの事業者組合なんです、今現在問題になってるのは。でここが変な右翼を雇ったり、なんかヘイトスピーチの人を雇ったりして、その組合潰しをしてるっていう問題なんです。生コン、関西生コンっていうのは。で、まあちょっとそこは誤解がないように聞いていただきたいんですが、足立康さんはこれを誤解して国会で質問したという。それで怒られた。それを怒られたという。松井さんに怒られた。はい、で、こんな感じになってるんで、もしよかったら竹信さんの番組で最近この組合の幹部の人で無罪になって出てきた人たちから話を聞いているので、それ見てください。面白くよくわかります。でこの事業者組合の方はこの維新ととっても仲良しなわけです。はい、でさっきの斉藤さんの話につながるんですけれども、この内部告発に関連して優勝パレードにも大口の寄付をしています。で、2000万円ですよね、確かね。そう、1回目をね。1回目、はい、2000万円寄付したところでやっぱりちょっと足りなかった、かなり足りなかったので、この赤いところに片山副知事の名前がありますが、はい、2000万円ありがとうございました。さらにお願いですが追加で寄付をしてくださいってこういうような格好で、まあ禁酒になってる維新の政策の金の出所になっていたっていうことも分かってきた。ナマコン競争が自社ビルを建ててるんですよ、今。それも先島というインテックス大阪の向かい側のとこにドカーンってごっつビル建ててるので、よっぽど儲かってるんですよ、このナマコン競争は。だから維新と密接な関係を傷つくことで、万博、カジノ、IR、関連工事バンバン増えて、でボロ儲け状態で、しかも価格が高いと。価格が高いで、建ってるビルはその夢島の向かい側の島に建ってますまさに古き自民党土建政治を維新が大阪でやっていると。で前も話しましたけど、谷川弥一さん、長崎でも同じ現象が起きてると。谷川弥一さんの地元の五島列島のところだけがナマコン価格が長崎の県内で比較しても高いと。でナマコンは時間が経つと固まっちゃうんで、その地域でしか、その地域のところでしか供給できない独占状態になると。でそこと癒着してしまえばもうやりたい放題、高い価格で高止まりさせることもできてしまうと。いうことで、やっぱ競争がないと価格が高いところで止まってしまうし、組合の人たちがこう安全点検とかきちんとやらないと品質が保証されないっていう、はい、こういう非常にね微妙なバランスの上にこの業界は成り立ってるんですよね。なんかこの間組合の方に聞いたら、阪神・淡路の大地震の時にあんなに簡単に橋脚倒れましたよね。橋脚が高速道路の橋脚ってバタッと倒れてたじゃないですか。あんなに倒れたのはそもそも最初のコンクリがいかんかったんじゃない。いわゆるしゃぶコンってやつでしょ、しゃぶしゃぶのコンクリートでやってたから、水増ししてたっていうのもあって、その品質についても監督しないといけないっていうそういう構造のところなんですが、これが、全部こうなんか 90% 以上ガッと束ねて、このガッと束ねたところがその地域の政党とこう癒着していると良くない。だからこの木村理事長のところを通さないと仕事をもらえないということになってるから、だから生コンの会社はここにへへとなりますし、でまあここは儲かったお金のごくごく一部をその優勝パレードとか大阪ヘルスケアパビリオンとかヘルスケアパビリオンに出してるんですよね。出してます出してます。だから維新に政策的にお世話になって莫大な利益と引き換えになってるんで、少しぐらい寄付しても全然痛くはないというか。まあ十分元は取れてると、いうことだと思うんですけど。ちなみにMGM リゾーツもアメリカ間のお金出してるもんね。そうそうそうアメリカ間は MGM リゾーツがほとんどお金を出して安いもんですよ、カジノ業者からしたらもう本当に万博も食い物にされてるなという感じがします、ということで、どうでしょう、斉藤知事問題を徹底解明してみましたが、なんか怒りがふつふつと湧いてくるっていう。実は総裁選関連の動画よりも斉藤知事の方が見られてそうなの。東のネタが少なかったのはそういう事情もあって、先週1週間台風で小泉進次郎氏の出馬会見も流れたし、なんか総裁選モードになってたのがなんか斉藤知事問題で急にテレビメディアも盛んに報道し始めてなってしまいましたけれども、本当はね。万博に関してもすごいいろんなこと起こっておりまして、どうなる？どう万博？いやもう無理やりやってスカスカで、なんでやっぱり僕一番怖いのは、地震が来たり線状降水帯来たりしたら、これ15万人取り残されるので、これ絶対死亡者出るなと思いますね。昨日ねずっと私たちなんで出ないんだって言っていた防災計画の実施、計画が出たんですけど、何も対応はないなという結論になりました。15万人取り残された人を船舶船だよ船を横付けして、でも地震来たら桟橋壊れてるよ壊れてると思うし、なんかそこのことしか見てないですよね。だって本当に大地震になったら大阪市内でのものすごい大変になっているわけで、全体としてどういう計画になってるのかもよくわかんないんです。梅田の地下街からは早く逃げろってそういうことですからね。津波来るぞみたいなね。怖いですよね。という万博関係はちょっとこの後収録したものを週末にお届けしたいと思いますが、まあせっかく東西だから東もちょっとやろうかって最後5分だけ。総裁選どんどん進んでいて、横田さんは石破さんを追いかけて。鳥取まですごい見ていただいた方分かると思いますが、石破さんの声よりセミの声の方がすごいようなところで出馬声明でしたね。で原発ゼロに対して最大限努力するということで、河野太郎大臣のお株を奪ったと。逆に河野さんは原発ゼロを言わなくなって、最近は原発推進まで言い出したと。でデータセンターとか生成 AI の関係で電力需要増えてるからと。言ってるんですが、古賀茂之さんはそんなことはないと日韓現代で反論してましたが、で少なくとも飯田哲成さんとか金子勝さんとか古賀茂之さんと河野大臣、かつては脱原発で一緒にやった仲間内だと思うんですけど、最近は全然おそらく意見交換すらしていないということがよく分かってですね。で注目しているのは小泉進次郎氏が脱原発を言うのかと。石破さんとせめて同じ程度言わないってだからね、一応注目してるんですけど、父親が一応脱原発講演案件をしてですね、原発安い危なくないっていうのはもう全部嘘だというのを総理辞めてから気がついて。だって菅さんだよ後ろにいるの。レジ袋は廃止しても原発は廃止できへんと思う。だから菅さんの背後霊的、おみこし候補なのか、ちゃんと父親のいいところをちゃんと学んで、新しい自民党政治を作る覚悟があるのかどうかを今週の金曜日に見極めたいと。でも斉藤知事の話もあるし、それはね、片山さんが出るんだったら、ここはやっぱりそれは斉藤さんの方に行かないと。斉藤さんだから動画で出馬会見の様子を見れるし。でもまあさ、でもなんか世間だともう小泉進次郎で決まりみたいな風潮になってますよね。まあ普通に考えれば、これだけ候補者が乱立すれば決選投票になって、で議員票は分散するでしょうから、地方票で国民的人気が高い世論調査で1位と2位の小泉進次郎氏と石破さんの決選投票になるんじゃないかというふうに見られてて、でも決選投票になったら議員票は進次郎の方に行くんじゃないかと。これがまあ体制というか、そうね、かなり石破さんは嫌われてはるわけでしょ。石破さんはもう政策的には選択的夫婦別姓する進めるべきだとか。そうで、今度なんか言い出したのは金融資産課税、あれですよね、岸田さんが1ヶ月でこけたやつって、あれをやっぱりやりたい。だから減税をしようとか、なんか政策をなんかしようとしたら、どっかで財源を探してこなきゃいけないし、そしたら1億円以上の収入のある人が、その1億円の壁ってあるからね。そう、1億円以上収入のある人って働いて1億円稼いでるっていうよりも、金融資産、土地があるとか、それから株があるとか債券があるとか、そういうことで収入がある人の方が多いわけですよ。そうすると働いて得ているところはどんどんこう給与所得に関して所得税が上がっていくのに、こうなんていうの、株とかそういうやつは分離課税で最高で 20% までしか課税されない。そうすると1億円以上稼いでる人たちっていうのは、全体として見るとすごくその税率が低くなると。だからおかしいじゃないか。何で稼いでも1年間にこれだけ以上お金があったら、それにはいくらいくら税金をかけますっていうふうにしないと、累進課税になってないといけない。そう、不公平でしょっていうことなんです。で、これはただ銀行とか証券会社とかお金のある人にとっては嫌なことなので、毎度潰されてるんですけど。岸田さんも前回の総裁選でちょろっと言いました。ちょろっと言いました。だけどすぐ引っ込めてしまったと。それをあえて石破さんが今回言ってですね。で、石破総理政権誕生して、ここにメスを入れられれば、これは画期的なことだろうと。まあ石破さんはどうなんでしょう。憲法は改正して、自衛隊はちゃんと位置づけて、まあ自力で防衛するみたいな話になってるから、まともなことを言えば言うほど自民党の中では人気がなくなるということですね。それで議員票で進次郎に流れるという不安はあるんですが、でも地方票で圧倒的に1位になってればですね、次の総選挙で勝つにはやっぱり石破さんがいいんじゃないかという考える国会議員も一定程度いるんじゃないかと。なるほど。で、そういう人たちがどの程度石破さんに入れるかどうか、で進次郎氏のいわゆる刷新感、イメージで次の選挙勝ち切ろうと、裏金の逆風を跳ねよけようというふうに考える国会議員、がどれだけいるのか、いないそういう人ばっかりというふうになるのかな。だから政権交代してほしいんですけど、立憲民主が野田さんになったらね、どうするの、どうなるんですか立憲は。いや、もう野田さんになったら第二自民党路線じゃないですか。維新と一緒に足並み揃えようみたいなことを言ってますから。消費税上げた人ですからね。そう、なんか自民党の一派閥みたいな感じになるんじゃないかと思って、そういうことをまさに2012年の希望の党の二の舞になるんじゃないかという恐れがあるんで、野田さんか枝野さんかと言われれば、やっぱり枝野さんを選ばざるを得ないとまあそういう立民支持者および国会議員が、まあ枝野さんもだから野党共闘に関しては。3年前とは事情が違うみたいなことを言っていて、なんか野田さんと同じ組み合わせになるんじゃないかという不安を持ちますが、いかがですか。そこは争点にならないんですかね。今度ちょっとビチビチ聞いていただきたく。防衛予算倍増についても厳しく言わないんで、声かけしてもらいましたけど、ちょっと物足りなさは感じるんですけど、連合吉野会長あたりにまあ激しくやると、もう連合が枝野は嫌よってこうなってしまうっていうことを恐れておられるんですかね。まあ、とりあえず代表だったら昔の枝野さんを取り戻してくれるのかな。仮面を外してどうかな。まあちょっと考えないと、多分来月やる時にはね、うん、終わってると思いますので、まあ嘆き節も含めて語りたいと思いますが、汚いけど総裁選何もやらないとまずいから図を作ってみました。安倍さんの広い意味の亡霊に支配されている人たちっていうのがいて、安倍直系として高市さんがおり、この菅さんがまあやっぱ安倍の下なんでしょうね、小泉を支え、このなぜか麻生派の甘利さんが小林を支え、麻生派はまあ河野中心だけど好きにしていいよみたいな話になっている。でもここまではまあ安倍政治の範囲内だと思います。でここに石破さんが最後だから好きなことを言うという感じで、どこまで出てきて頑張れるかっていうのがまあ外野としては楽しみではあります。でそれ以外にいろいろ野田さんも書くの忘れた。加藤さんとか上川さんとか林さんとかいるんだけど、まあここは今もう泡沫候補と言ってもいいんじゃないか、いいのかというので、この形で進むのではないかと思いますが、結局、はい、私たちがすごく自民党のこの総裁選でも不満が残るのは、安倍さんの政治っていうのを誰も総決算しようとしない、あれが結局私たちの生活も外交も全てを壊してきたんじゃないのかと思うのに。そこがはっきりしないってことなんだ。でむしろその安倍政治を引き継ごうという小林さんなんかも選択的夫婦別姓に消極的でですね、で統一教会関連団体との関係も指摘されていますが、結局もう古い自民党政治を引き継いで、最大派閥だった安倍派の国会議員票を狙いにいっていると、石破さん以外はですね、と見えてしまうんですけれども。というのでね、まあ人の党ですから全然票もないんですけど、まあ石破さん以外はまあ古い自民党政治継承だというふうに僕は見てるんですけども。というので、今日もすいません、冒頭に申し上げましたように大胆に挑戦してみました。いろいろ不行き届きの点はお許しいただきたいと思います。ということで今回も10万回視聴を超えれば次回があるというこういう緊張感を持って作っております。崖っぷちの配信ということで、もし面白かったらぜひともコメントもいただきたいし、いいねもいただきたいと思っています。来月ぜひまたお会いしたいと思いますので、よろしくお願いします。忘れました。これ9月8日に、緊急で斉藤知事辞めろと、維新の製造責任を問うという、県民集会をします。別に県民でなくても来てもって結構ですからで終わってから三宮までデモをして、解散なんですけれども、やはり県民というか市民として声を上げないとね、やっぱりでもしかしたら、ね、県議会選挙になる可能性もありますので、やっぱりちゃんとこの。何が起きて、でどうしていけばいいのかっていうのをみんなで考えたいなと思ってます。先週金曜日の百条委員会の前に、県庁前でこのビラを配ってましたんで。そうそう集まりそう。県民ホールは県庁の前なんです。だから県庁一辺囲みながら、いろいろ声を上げながら、やりたいなと思ってます。ということで、6日の百条委員会にもう一回承認出てるけど。それでやめちゃうんだってことはないね。今週は山場でですね、でやめるのをさらに最後の一押しになる集会になるんじゃないかと。でその前日の土曜日には藤田幹事長がまた兵庫に行って維新の態度を決めるんですね。で不信任に賛成するかどうかを決めるという山場の週末になるんで。そうですね。でやめただけじゃ解決しないですよ。責任はちゃんと刑事罰問わなあかんと思う。ここまで来るっていう感じもしますし、なんでこんな県政になっちゃったのかっていうことも本当は県民のためには県議会としては解明しなきゃいけないと思うので、まあこれもまた来月もやることになるかな、お届けできるかなと思います。はい、まあじゃあ今日は本当に長時間ありがとうございました。ありがとうございました。